よし、やっていきましょう。白猫プロジェクト。こちらのゲームはですね、かなり前からリリースされてる、まあ、有名なアプリの一つですね。アクションゲームでね、避けたり、スキルを使ったりするっていうね、そういうアクション性の高いゲームとなっています。いや、私ね、これ専門学校の時にちょっとやってたんですよ。なんか、あるきっかけ、多分、機種変更した時かな。その時はやらなくなったんですよ。ちょっとね、久々にやりたくなって、早速引き継ぎ完了しましたんで、やってみましょう。いやー、久しぶりだな。もうトップ画面が違うし、曲違うもんね。いや、どんなんなんだ。そうそう、これね。では、参りましょう。おー、来た。頑張って、頑張って、頑張って。はいはい、避ける。こうやってフッとすると避けるんですよ。で、連打で攻撃して、で、長押しして、ここですると。いけません。おー、いいね。あ、いいね、いいね。強いじゃん。あ、今でもいけるんだ。難易度低めのクエストを選んだんですよ。あー、痛い、痛い。頑張れ、おじいちゃん。いやー、さすがに無理があるかな。頑張って、頑張って、頑張って。ねえ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 。あー、動画が終わるって、あーですか、ね。では、いくぞ。今回はね、ちゃんと仲間が使えるんで、こうやってタッチすると、こうやって入れ替えができるんですよ。任せて。いや、全然覚えてねえな。これ、主人公だよね。なんかあったっけ。おー、バスターブレード、いいね。主人公でも大してこのゲーム強くなかった覚えあるな。あんまりね、なんかこの主人公ってゲームとなんかね、主人公とヒロイン強くなかった気がする。それは覚えてる。まあさすがにね、それ主人公なんてね、ソーシャルゲームの主人公なんてね、最終的には弱くなるもんですけどね。いったー、69は強い。まあソーシャルゲーム主人公なんでみんなそんなもんかもしんないですけど。星さん頼む。同じ星さん出身。同じ星さん出身で行くぞ。で、危なくなったら確かスキルで。そう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 、こういう風に味方も回復できんねんな。仲間によっては。覚えてんな。覚えてないよ。全然覚えてないってないよ。星さんでも頑張れるっていうのは知ってる。そうそう、自分の時代は星さんでも頑張れたからね。うわぁ、帰る。やばそう。やばそうやで、帰る。今と昔で難易度が違うから、やっぱ難しいね。お、でも強い。シグナシャーバンシャーやっぱ強い。シャロンこれ強かった覚えあるもん、これ。これ超強いもん。知ってた、知ってた。シャロンのこのさ、2スキル目が超強いの、これ。結構やばいな。頑張れ頑張れ。いけません。パワフルブロー。いいね。早すぎワルタ。140しか HP ねえじゃん。てか、おいしそうだろ。なんか700ぐらい欲しいんだよな、HP な。よっしゃ、ボス来た。いけるいける。知らんモンスターやけど。よし。うわ、ギリギリかな。うわ、頑張れ頑張れ頑張れ。ああ、助っ人が強い。この助っ人、ストーリーの助っ人が強すぎるから、この助っ人を中心に行くしかね。てか死ぬってやばいって、やばいって、やばい。このシグナスアバランシュで、シグナスアバランシュが強い。シャロンで、シャロンとウィリアムで、星さんでもやれるぞ。星さんでも今やれるぞ。皆さん、みんなやれるぞ。いけるぞ。やばい。避ける、切る、切るよ切るよ切るよ。オッケーオッケーオッケー。なんか強そうに来た。お、終わったか。いい、
いやー結構疲れたな。いやー危なかったな。結構難しいじゃん。なんかさっきと全然数値違うな。あれ？なんか違うな。今あのですね、私は星4の、もともとあの星4のキャラなんですけど、なんか覚醒したの覚えてるんですけど、なんかあの数値変っすね、これね。なんか数値がちょっと明らか変なんですよね。さっきまで HP140 とか言ったけど、で、HP500 とかやったんですけど、なんかもう HP5141 って書いてあったり、攻撃が1374って書いてあったり、もう意味がわかんなくなったんですよ。なんだどうなってんだこいつ。なんか確かね、めっちゃ昔ね、あの、めっちゃ強くって、なんかイラストもすごくって、なんか自分引いて興奮しとった覚えあるんで、言い方がやばい。何これ使ってみるか。おぉちょっと待って待って待って、ああやばいって。お疲れ、早く帰りましょう。これがやっぱ人生金だな。しおちゃんだ。あれ、うちの三宝ちゃんだ。あ、やってたんだ。すげえかわいいキャラ。使ってみるか。じゃあ早速ちょっとしおちゃんも連れてみるか。